現在ですね、深夜1時、10月中頃の深夜1時です。今日の夜9時ぐらいから雷が鳴り始めました。ちょっとですね、撮影できるような状態じゃないっていうか、まあ、数回しか雷が鳴ってないんで、ちょっとその様子模様を収めることができるかどうかっていうのはわかりませんが、今回も雷が鳴ったんで、サンダートークしていきたいと思います。まあ、今日はですね、まあ、部屋掃除したんですけど、先日ですね、ちょっと待って、まあ、サンダートークということで、まあ、先日、ちょっと寒い日があったんで、まあ、おでん食べたいなと思ってですね、おでん食べたんですよ。その時に、まあ、グーとして卵だの、大根だの、ちくわだの、こんにゃく、あと、昆布をね、やってば、全部、その全種類ね、自分の皿に持っとって思って、部屋に持ってきて、それで、むしむしと食ってたんですけど、さ、よく見て、昆布がないんですよ。昆布がなくって、で、食べた記憶がない。持った記憶あるんですけど、皿に昆布を。持った記憶あるのに、部屋で見たら昆布が乗ってなかったんですよ。あれおかしいなぁと思って。まあいいやと思って。あれ食べちゃったから食べた記憶ないんだけどなっていう感じでね、おでん食べてたんですよ。まあ、もしもし。で、昆布おかしいなぁと思ってですね。で、まあ、そのままそれで終わりだったんですが、それの3日後ぐらいにですね、ちょっと、あと自分の部屋をバーって見たった時に、まあ部屋が汚かったんですね。ちょっと最近怠惰な生活をしてたんで、ちょっと部屋掃除でもしようかな、ということで、軽く部屋掃除をバーってしてたらですね、部屋掃除してたんですよ。まあ、そこそこ綺麗になってバーって。で、私寝るときいつもパジャマっていうかジャージですけど、ジャージを着て寝るんですが、そのジャージがぐちゃぐちゃっとこう、汚く脱ぎ捨てられてたので、あ、ダメだ、だらしないなと思って、それをね、綺麗に、畳んだらですね、まあ、上着をまず畳んで、で、ズボンの子ですね、ズボンの子畳もうと思って、こう、バサバサっと、こう、やったわけですよ。バサバサって、ほこりを払ったわけですよね。そしたらですね、その、トッケンの中から、その、3日前ぐらいに亡くなった、その、昆布の切れ端がですね、バーッと出てきた。だからどの時点で、その昆布がポケットに入ったかわかんないんですけど、それね、卵も出てきたんですけどね。ダメだ、いまいち。ちょ、雷もなんないんで、あんまり遠くは抑えませんでした。すいません。じゃあ、切ります。第2回のサンダートークでした。ありがとうございます。雷はなんないですよね。